と思ったぜですどうですか皆さんちょっとずつね元気になってきているかなと思います。さて今回不安と半数思考の話をまたするんですけれども、えっと、外で、えっと、不安に押しつぶされそうになったりだとか、外であの半数思考になってしまうあの、考えたくないようなことにずっと注意を取られてしまったりとかね、そういうイメージが頭に出てきたら、音に注意してみましょうっていう話をします。 でこの音に注意を向けるっていう話なんですけれども自分たち僕たちの注意っていうのはやっぱりこの不安なところにだけこうなんでしょう、ね、集中してしまったりするとそこからいいイメージって出てこなかったりするしそれによってストレスも増えるだろうし単純に不安が増幅したりしますよね。でそれを一時的に回避するために自分の今聞こえる音の中から一つ選んでそれにそこをずっとこう注意を傾けてみてください。 でこの今自分が聞こえる音に注意を向ける理由なんですけれども何度も、えー、と何でしょうねその不安なものって、えー、と自分がどこにいた時要するに場所によって 出る出ないっていうのは選択が選べなくて、どんな状況であっても、やっぱ自分の中で不安って急に出てきてしまいますよね。それは、えー、例えばそうだな、そのパニックを持つような方とかだと、電車に乗ったりした時、その中で急に出るかもしれないし、会社の中で人から何か言われた時に、えー、急にそういった症状が出るかもしれないしね。なので、そういう、なんでしょうね、その、 突然現れるような不安とか、えー、恐怖の感情っていうのをちゃんと自分の中で、えー、と認識してああ今自分不安になってるとか、えー、自分今恐怖で頭がいっぱいだなって思ったらその時に自分の耳に聞こえる音に注意を向けてそれは何でもいいですその時計の音カチカチカチっていう音でもいいですし、えー、車の 外を走る車の音でもいいですし、電車の,このガタンガタンっていう音でもいいです。その音に注意を向けて、音を観察してみてください。っていうふうにやると、自分の不安なところに行っている、あの、何でしょうね、集中力というか、注意が、不注意の矛先がちゃんと音に向けられることで、こう、一時的に切り替えられます。でもしそ,のそういいった環境があまり好きじゃないっていう 時は、えー、自分の好きな音を、えー、ウォークマンだとか iPhone とか、えー、そういった端末の中に入れておいて持ち歩くっていうのが結構おすすめかなと。 思いますで、その音に注意を向けるのがすごく、その、あんまり得意じゃないなっていう方は別に、えー、ラジオでもいいだろうし、その、漫画、アニメの音でもいいと思います。ドラマでも何でもいいんだけどもね。っていうふうに自分の気持ちが注意、えー、自分の注意が、えー、不安の反省しかを取られたりとか、不安な恐怖心で取られたら、その音に注意を向けて、自分の注意を切り替えるっていうことを試してみてください。で、これは、 あのこれも技術なんですよね技術なので、えー、練習するしかないんですよね。でよくその おすすめしている呼吸法とか、えー、体に触れることを、この前紹介したこうやってね、えー、一時的にこうトントントンとタップして、このトントントンとタップしたこの部分ね、ここに注意を向けたりだとか、自分の体の感覚に注意を向けたり、えー、匂いに注意を向けたりっていう、この五感を使って、五感が反応するところに注意を向けるっていうのを結構おすすめしてるんですけども、それらすべてにおいて、やっぱりこう、練習が必要になってくるんですよね。 なのでちょっとずつでいいから自分の感覚期間ね今回は音なんですけども耳を澄ませばじゃないけどもねそういう音に注意を向けるっていう練習をしてみてくださいで小さなことから始めてくださいねえ難しいいきなりもう絶対こうやろうとかそのハードルを自分でググッと上げるのではなくできるところから始めてそれを継続してみてください はい今回はねそういう感じで自分の不安とか恐怖心自分がね不安とか恐怖心飲み込まれそうになったら音に、えー、注意を向けてみようっていうお話でした音ってね案外注意を向きやすかったりするのでえー、っと是非是非試してみてください あ、一つだけね。えー、ただ、自分が不安に飲み込まれている時に、自分を客観視するのは、実は一番難しかったりします。要するに、自分が不安の中でこうなっている時ねうわーって思っている時うわーって思っている時自分がうわーってなっているなに気づかないといけないんです。なので、そういうのを、あのー、 1>, 何でしょうね、1時間に1回自分の気持ち今どうなってるかなとかっていうことを振り返ったりだとか、えー、瞑想みたいなものを使って自分の気持ちが切り替わる瞬間っていうのを捉えてあ今自分の気持ちが別のところに注意が取られたなっていうことに気づける練習だとか、ね、自分の気持ちを紙に書き出すっていうことで自分の気持ちに気付くっていう練習だとかいろんな練習が必要になりますなのでちょっとずつね始めてみてちょっとずつ続けてみてくださいそしたらちょっとずつ不安に強くなっていくかなと 思いますはいそんな感じで今回は自分が不安になったら自分の周りで聞こえる音に注意を向けてみようっていうお話でした、えー、そしたらね今回もお別れする前に深呼吸しましょういきますよ鼻から息を吸って口からゆっくり長く息を吐きますはいこういったね、えー、ちょっとずつのリフレッシュも挟んでみてくださいそしたらまた」 この場所でお会いしましょうまたねちょっとずつ良くなると思います大丈夫ですではでは